高校生がチームを作り社会課題を解決するためのアイデアを考えるコンテスト SDGs クエスト未来甲子園の受賞式が行われました今日の受賞式には130チームから書類や動画の審査を経て最終選考に残った16チームが参加しました最優秀賞には八重洲中央高校のチーム TTC2 が提案したピンポン玉から考えるプラスチックのリサイクルが選ばれました 受賞したメンバーは卓球部員で、捨てられたピンポン玉を見て、スマホケースなどに再利用できないかと考えたというこ,とですこれからもっと企業の方々と協力していって、商品化を目指していきたい,と思いますチーム TTC2 は、8月に行われる全国交流会に参加する予定です。